関節痛を放置して妊娠した症例があるんですが、結局赤ちゃんの方に不具合が生じました。例えばあちこち痛いな、乾燥するなっていうことがあったら、早め早めに補っておくといいです。今日は不妊と関節痛についてお話しします。関節痛というのは、関節と関節の間を保護しているクッション材が減っていると起こりやすい症状です。この骨と骨の間にあるクッション材が不足していると、なんで全く別の子宮卵巣系の症状の不妊につながるのかっていうことをお話ししたいと思います。体は全部つながっているっていうのが中医学の考えなんですけれども、食べたものがどこに行くのかは体が選択します。例えば関節が痛ければ、食べたものの栄養素の中で関節の栄養分になりそうであれば、そちらが優先されます。胃腸が弱いのであれば胃腸が優先されます。不具合の生じているところに、まずはその栄養素が行き、最優先は痛みのあるところに行きます。なぜかというと、傷んでいる、信号を送っている、それは血流を保護して、ここに栄養素来てくださいねっていう信号でもあるからです。関節が痛い時に関節の栄養素をここに届けてくださいねと訴えているんです。この関節の栄養素っていうのが、赤ちゃんが最初に根っこを生やす時に必要な材料と一緒なんです。その時どちらが優先されるのかっていうと、お母さんの体が優先されます。関節痛を放置して妊娠した症例があるんですが、結局赤ちゃんの方に不具合が生じました。Cちゃんメソッド界隈で今までとはない状態になったんで気になったことがあるんですが、Cちゃんメソッドがちょっと流行り始めた2018年でブログを通して妊娠した人が、2019年に出版された妊娠一直線や最強の妊活の症例で上がっているんですが、そのあたりから出産後関節が痛くなっている人がものすごく多かったんです。Cちゃんメソッドはタンパク質多め、早く寝る、疲れさせないの3箇条が基本です。このタンパク質多めっていうものによって、妊娠出産された方でやっぱり栄養がギリギリだったのかもしれないですよね。その後関節痛がありますっていう人がすごく増えたんです。そこで考えたのが、関節痛があるなら関節の栄養素を取ろうということで、あら汁をおすすめしたり、手羽元をぐずぐず煮てドロドロになってコラーゲンが溶け出したものを食べようっていう動画も撮っています。普段から骨をぐずぐず煮たようなお料理を食べていない人で妊娠すると、妊娠して中期後期あたり、赤ちゃんがぐぐっと大きくなって重くなるあたりから股関節が痛くなったり、膝が痛くなったり、体のあちこちが痛くなる人がいます。それは妊娠している時に、赤ちゃんが自分の関節を育てるためにお母さんから栄養分を持っていってるってことなんですね。では妊娠前に痛かったらどうなってしまうかっていうと、お母さんから栄養素もらえないなって諦めて流産となります。ヘパリンという成分がありますが、それはムコタトウタンパク複合体の中の成分の一つです。よくヘパリンは流産防止で注射しましょうっていう成分なんですが、お肌をプリプリにするクリームの中にも実はヘパリンが入っています。若さを保つ成分の一つでもあるそのヘパリンが流産防止にも使われているっていうのは大変興味深いですね。ムコタトウタンパク複合体や細胞と細胞の間を守るために、弾力性を保つために存在している細胞外マトリックスは、赤ちゃんの関節にももちろんなりますし、細胞の弾力性に関与しているので子宮の伸び縮みにも影響してきます。20歳を超えると確実に減ってくるこの成分たちは、食べ物もしっかり補いながら、それでも足りないな、例えばあちこち痛いな、乾燥するなっていうことがあったら、早め早めに補っておくといいです。多くのグルコサミン商材やヒアルロン酸、コンドロイチンなどの細胞外マトリックスを構成する成分、コラーゲンもなんですけど、たくさん売っています。自分に合ったものを選んで複
用されることをお勧めします。できれば妊娠してから慌てるのではなくて、妊娠する前に関節を丈夫にし、赤ちゃんの関節もしっかり作れるぐらい、私は関節が丈夫になったわと痛みが取れてから妊活を始めてみることを私はお勧めします。皆さんは節々が痛くなったりしてませんか？痛かったらぜひケアをお願いします。また次の子不妊の人にも関節痛がある方が見受けられます。ぜひそちらも早めに対応してみましょう。また妊娠中期に関節痛を発症する場合があります。それについても相談に乗っているので、生まれてから何とかしようというのではなくて、赤ちゃんもお母さんも関節の成分は必要ですから、痛いっていうのは不足がありますよというシグナルなので、早め早めにケアすることをお勧めします。しーちゃん先生のところでもその対応ができますので、よかったら相談に来てください。妊活についてはアメブロにたくさん症例が掲載されています。ぜひ読んでみてください。他にインスタグラム、メールマガジンなど情報発信していますので、よかったらご登録ください。漢方相談は概要欄に相談フォームを貼っておきますので、そちらからお申し込みください。しーちゃん先生でした。